山田さんを感じる時ってあります？山田さんをね感じることはえっと深く感じたことは二回今までにありまして、うん、あの最初の頃はもうスタジオであの何も喋れなくなったんですよ困っちゃってもう出てこなくてイメージがえああ<ー>、ま、だ,だって台本書いてあるでしょ台本あるんですけどね絵もあるでしょ絵、うん、<A> に合わせるわけでしょも合わせるんですけどその、うん なんか出てこないんですよねそのイメージがね、うん、でその時にこう、うん、目を閉じてたら山田さんが白いあのえっとタキシードであの空中に浮いてたような気がして、うんえー、それで「いいんだお前でやれや」みたいな、うん、なんか言われた聞,なんか聞,聞いた気がしたり。であの 今年の2月の22日これはもうメモしたんですけど。あた今度22だね33じゃなくて 2>,、ね、2月22日。れこれ本当に次の日に22月22日だったんですけど。それ、うん、でそれはもうはっきりと山田さんと話せたんですよ。そのあのなんていうんですかね。うん、どの瞬間。えっとねもうちょっとちゃんとやれって怒られたんですよ。その<ー>それ寝てる時それともね,ねなんか なん,なんですか現場だっ必要性ななんまはっきりしないんですけど山田さんと僕とあともう一人どなたかいたんですけどその人は分かんないんですけどあのガラス割れたあのガラスのこう,こう砕けたガラスの上に、うん、裸足で立って。うんうん 喋るように喋れってなんかそんなこと言われたんですね。すごいね、すごい具体的なアドバイス。いやいやなんか割れたガラスの上裸足で立ちながら喋るように喋れよみたいな、うん、なんかそんなこと言われた夢を見てそれはメモしたんですね。うんうん、それが二月の二十二日だったんですけど、うん、なんか今まで二回山田さんは夢の中では。